はい、美容室はいまかしのことです。今日はですね、普段はドライカット、ほぼドライカットできるんですが、ちょっと時間がないっていうこともあってですね、ウェットでカットしました。はい。普通にまずですね、レングスの方を決めていただいて、そこから切っていくんですけれども、今はこれはサイドですね。サイドの長さを切っております。で、サイドの長さ、バックを決めたら、今度はですね、全体のレイヤーをいっぺんに決めていきます。はい、頭頂部と水平の高さで、引っ張ってですね、カットしていきますね。で、若干こっちの方が、少しリフトしてると思うんですが、ヘビーサイドの方がウェイトが上がるんで、若干こっちを何センチか上げてました。はい。バックも若干高めにはしてるんですけれども、骨格の、部分を見ながら、少し高めの位置に引き上げてます。ちょっとね、時間が非常になかったので、ちょっとシェイプとかがね、ちょっと雑になってしまってる部分もあるんですけれども、はい。毛束を持つですね、手がちょっとこれね、画像が見づらいんですけど、こっち側で取ってるんですよね、左手の毛束を取るのが。こっちの方がイングラに入りやすいんで、そうしております。で、これバック切ってもう一回チェックカットしてるような状態です。で、前髪をつなげていっておりますね。非常に簡単な横面のカットです。基本縦はそんなにベースカットでは昔は使ってたんですけど、最近は縦スラってあんまり使わなくなりましたね。やはり横スラで、切ることが非常に多くなってきました。ここ5年ぐらい前ぐらいからですかね。はい。これは本当に基本的なベーシックというかね、簡単なカットですので。これは前髪をですね、前髪と糸サイド、これを今ちょっとつなげて切ってますね。非常に、簡単なベースカットかなと思います。はい、これは左右の長さを今合わせてました。で、これはペンシルシザーですね。ヘアリーシザーのペンシルシザーで、ウェットの状態で、縦にパネルをですね、こうちょっと集めるような感じで、そこに対して、ペンシルシザーを入れていって、浮遊感をちょっと出そうとしております。はい、あんまり奥まで入れてしまうと、パサついてしまう可能性が非常にありますので、中間以上は入れない方がいいです。はい、これペンシルシザーはちなみに刃先が締まらないタイプのペンシルシザーを使っております。最後が甘めに入るので、またちょっとレザーカットとか違う質感が出ます。で、もうこれはちょっと見づらいんですけれども、すべてペンシルシザーで、間引いてる状態ですね。はい、ステムを上げて、今度、上のセクションの方の中間ぐらいまで入れてるような感じですね。ウェットで入れる場合は、結構入ってしまう可能性があるんで、気をつけていたらいいかなと思います。普段はドライで、ハーフドライぐらいでカットはしちゃうんですけど、ちょっと珍しいですね、このウェットで切るってことは。時間がちょっとカットの時間がね、5分から10分ぐらいしかなかったんで、このような感じに今回はしております。スタイリングします。ヘナウォーターですね。はい、こちら、ヘナウォーターとカートリッジが出ます。ヘナジェルで、ヘナジェル、こちらの方を使けております。ポップッシュですね。毛先につけます。どうですか、匂いこれ。好きです。結構いい匂いですね。このヘナウォーターとヘナジェルを使うことで、自宅でヘナをしたかぐらいのですね、トリートメント効果が出ます。それからドーサンプラセンタとか白樺のかなり優れているかなと思うので、ヘナウォーターとヘナジェルをつけることによって特性のトリートメントができて、つければつけるほど、髪の毛がしっかりしてきますね。今回のモデルさんの髪質が非常に難しくてですね、ちょっとパーマに適さない、毛髪ではあったんで、デジコアパーマというパーマで次回はちょっとねかけていきたいなと思っております。今日も撮影終わりました。今日はパーマ、ちょっとね、顔変えてなかったんですけど、また見てください。頑張りますので、過去の動画も結構あるので、今、全部で動画800本くらい、800本くらいあるので、過去の動画もいろいろあるんで、遡って見ていただいたらいいかなと思います。登録視聴者数が今まだ1万人ないので、1万人まであとちょっとなので、皆さん協力して、チャンネル登録してください。1万人目指したいです、今年中に。はい、ということで今日もありがとうございました。バイ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 さよなら。